塾業界のとんでもない話があるって聞いたんで、会社名出すのをためらわれるなっていうレベルなんで、もう2億円なんだ。そうそうそう、ちょうどやばすぎやばすぎません。今まで立件されて事件になったこともない。警察官僚も天下り的になってる。で始まりました。アマチュアチャンネル。さあ今回はですね、あ、やってまいりました。黒い人教育屋館の日野と申します。よろしくお願いします。今回はですね、なんか塾業界のとんでもない話があるって聞いたんで。そうなんですよ。塾講師向けにチャンネルやってるところって、はい、まあ、そんなないじゃないですか、はい、そうですね。なので塾講師の人たちが鬱憤だったり不満みたいなのとかをはけ口として出すところって、はい、僕になったりするんですよね。ひいしひいしだガーシーじゃないですよ。ひいしー。いや、そうなんです。最近特になんかなってきてて、はい、ちょっと聞いてくださいみたいな。この塾なんですけど、はいはいはい、こういうことやってて、こんなことがあって、こんなことがあって、どう思いますかみたいな。王様の耳はロバの耳ってやつですね。僕がボケた時にわからないって。全然わからない。穴にね、こうやって言いたいからそうやって叫ぶんですよ。まあまあ、でもそんなの可愛らしいもんじゃないかな、うん、みたいなものから、なるほど、これはひでえなみたいな話まであって、ちょっと今回2本持ってきたんですけど、とりあえず1本目、はい、これはちょっと会社名出すのをためらわれるなっていうレベルなんで、そういうところもあるんだなっていう感じでちょっと聞いてほしいかなというふうに思います。じゃあ1件目いきますけれども、はい、まず塾って入社するときに塾を辞めてから何年以内は塾を開いちゃいけないみたいな、 ありますね、はい、何の法的拘束力もない書面にサインをさせられたりとか、うん、なるほど、同じ証言かぶってるところで個人塾を開業しちゃいけないみたいな、禁止するみたいな事項にこうサインを最初入社するときにさせられたりする、はいはい、これは全く無効なんですけど、全然法的拘束力がないんです。なるほど、ないんですけど、まあとはいっても、まあ、住んでるところもあると思うんで、はい、結果的にはその塾辞めてからすぐ開業しちゃったりとか、うん、同じような証券に出しちゃったりとかすることって、はい、まあ頻繁にあるわけですよ、ね、ありますね。で、とある塾は同じ証券だったりとか辞めてからすぐに塾を出したりすると、はい、何があるかっていうと、深夜にその塾に行って、その塾の窓ガラスに向かって石を投げつけるっていう文化があるらしいんですよ。へぇ、多分駐車場とか、まあ、畑とかの石拾ってバンバン投げるみたいなっていう文化なんですよ、はいはいはい、だから文化があるらしくって、はいはいはい、みんな知ってるからもう投げられてもしょうがないなっていう感じで開業するらしいんですよ。開業するときは防弾ガラスってそうですね、防弾ガラスの方がいいと思う。深夜2時とかに近くの校舎の人たちが車で行って 2,3 人でもう窓ガラスにバンバン石投げる。割れないんですかそれ。あ、割れますよ。割れるらしいです。で、ことが終わったら帰るっていう、はい、でもそういう文化っていうので、その塾として根付いてるらしいんで、もちろん当然その割られた側も犯人はその塾の誰かだと分かるんですけど、もう覚悟して出してるから警察にも被害届出さないし、今まで立件されて事件になったこともない。へえ、そんなのあるんですね。はい、じゃあもう知ってる人はうちだってなってるんですね。あ、そう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 です。あ、うちだってなってます。へえ、しかもそんなに言うほどちっちゃくもない塾なんで。そうなんですね。へえ、だから知ってる人もまあ多いと思います。初耳ですわ。はい、独立に関しての問題っていうのは結構やっぱり今までもたくさん見聞きしてきたんで、うんうん、石を投げるを初めて聞きました僕も最初笑っちゃいましたもん。河合塾のやっぱ人気講師とかがすぐ近くに自分で作っちゃうとかっていうので揉めたのは何件か聞いたことあるんで、引き抜いちゃいますかね結果的に。すごい揉めて、まあ今でも第一線で活躍されてる方でもありましたからね、うん、ああそうなんですね、はい、やっぱあるんですね。あります。こういうのは業界だから、まあそういう誓約書みたいなものを多分入社するときに書かされると。そう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 。例えばですね、これも P だけど、例えば勤めてたとことかもあるんですなるほど。そこもはい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 、まあ、これ言っちゃっていいのかな、売って別の人にで、売って別の塾をその売った側がすぐ近くに立ってた。あやばすぎやばすぎません。だって生徒全部こうなっちゃうと思う。すごい大喧嘩いやでしょうねになったっていうそんなことも実はあるんですこの業界。じゃあ次いきましょう、はい、その塾ですね、実は塾なんですけど、はい、あんま聞かないんですけど警察官僚の天下り的になってるんですよ、
天下りになってるんですよ、はいはいはい、で警察の中でももう本当トップ一歩手前みたいな方が、はいはい、その塾の顧問になってるんですね、はいはい、なので何を言うかっていうと社員が事件を起こしても揉み消せるっていうんですよでこれまでで一番ひどかった事件が何かっていうと女の子に声をかけてトイレに連れ込んでちょっといたずらをしてしまったという社員がいたらしいんですよ。で社員はもちろんクビなんですよ。クビはクビなんですけどもう一大事件じゃないですか。これだったら全国ニュースレベルですよね。ですけど、もみ消して、はい、テレビの報道はなし、ネット記事にもならなくてっていうのが、これが一番ひどいやつです。いや金銭の横領とかもそんなもん全然可愛いレベルと、はあはあ、これが一番ひどかったっつってすごいな。これをきれいにもみ消しました。類似例がボン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 って今頭の中にたくさん出てきてしまいましたダメなんですよね、はい、類似例が出ちゃダメなんですけど、はい、っていうのがありました。まあまあまあ、確かに全然出なかったっていうのはありますね、他にも。いやそうなりますよね。でもダメで、ひどい話だな。全然使えないぜ全部ガッサリカップですねっていう事件もありました。なるほど、はい、まあこれ系はどうしても子供を相手にしてる以上、うん、時々やっぱ起きてしまう事件なのかなっていうふうには思いますよね。まああとは表に出るか出ないかの差だと思いますけどね、うん、はい。じゃあこの会社ラストになりますけれども、はい、3つ目ですね、はい、いるんですけど、はい、会社の金で株をやったと、はい、別にそれ自体は別にいいですよね、うん、会社のお金で株式投資して膨らます人もいます、うん、それは問題ないんですけど、2億円損した。へー。で、その2億円を埋めるために自分の自宅が不動産鑑定に出したら2億円ぐらいだったんです、はい、ちょうどだったので、その自分の自宅を会社にあげたんですよ。はいはいはい、なるほど。で2億円補填したんです、うんうんうん、そうすると一応会社の持ち物になるんで、まあ、借り上げ社宅状態にはなると思うんですけれども、うん、今も平然と暮らしてるというのがあるみたいで、まあ株の2億円の赤字を、まあ、これもまた変な方法でもみ消したっていうもみ消してるらしいと。嘘そんなんですか。いやいや、まあ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 、まあ、ただまあこれはね、そんな誰かに多大な迷惑をかけたわけじゃないので、うん、まあ、ね、はい、まあまあまあしょうがないから因果応報かなと思うんですけれども、うんうん、まあそういうことをしてますよと。すごいわー、ひいしーすごいわもう垂れ込みがすごい来るんですよ、はい、あの僕はいりませんのでぜひ、はい、教育百貨店チャンネルというです、ね、僕の方にくれれば森田先生のチャンネルで扱いますちょっと僕これ自分のチャンネルで扱うの勇気いるんで、いつも森田先生のチャンネルですすごい暴露の横領です横流ししてもらいましたけど、いやそうなんだ、そういう感じなんですね、まあ、塾は分かりません、どこのことかは分かりませんので、はい、そうですね、はい、これはまあどこかっていうのは全く言わない感じでいきたいかなと思います、はいね、なるほど、証拠あんねんでガーシーじゃないですかということでした。はい、小平さんに危ない話、じゃあ次もまた、はい、話が待ってるということで、怖っ、はい、ご視聴ありがとうございました。